まあこの場を借りて、報道でいろいろ言われている市内でね、身をついたとか故意にやったとか、まあ、そういうことは決してありません。十数年、彼女と一緒に稽古してですね、足をかいてまた近年オリンピックを目指して、稽古してきた師弟関係です。そういう意味で、まあ、今回こういう結果になったのは本当に残念ですし、私の本当に不得に立ったことだと思います。まあ、彼女には、これからオリンピックに向けて、ぜひ金メダルを取って、そして、こういうことをですね、また乗り越えて、強い選手に、また心身ともにね、立派な選手になってもらいたい。そしてまた、残されてる、私の教え子います、またナショナルチームの、組み手方の選手もいます。どうか皆さん、これまで同様ご支援、また応援をですね、ぜひしていただいて、選手のために、ぜひぜひ力をお借りしていただきたいと思います。その露出する部分が非常に多いということで、それは考え直さなきゃいかんということで、彼女には注意してきました。でまた、大学院のこともですね、その後話が出ました。それもやはり今じゃないだろうと、私はやはりそうですね、勉強することもね、大学院行くことも賛成だよ、でもやはり、今稽古に稽古を重ねて、やはり、死ぬ者の上でやらないと、やはりそれは金メダル取れないだろうと、そういう部分で、彼女も泣きながら訴えたりしてました。その中で、練習態度という部分がやはり私から見てどうももうちょっと、何ですかね、心ここにあらずで、何言ってもなんか上の空の感じで、練習に遅れてくる、来ても更衣室が出てきて20分ぐらい遅れて出てきたら、なんで遅れてきたんだって言ったら、パンを食べてたとかですね、それは練習前に、ね、食べるもんだろうとか、そういう、練習の中でもやはりちょっと学生には見せれないようなやっぱり態度もあったりして、そういうことからやっぱり直さないきゃ大学院で勉強する価値がないだろうと、そこはそういうことをやっぱり直していって、それから大学院ということも視野に入れてやっていこうということで。